で、大体やっぱ朝早く出るときは前の晩に慌てて荷造りして寝るのが遅くなるっていうオチなタイプなんですよ。そう、なかなかね、それなんか絶対遅くなるの分かってるから、絶対遅くなるし絶対慌てるから早めに準備しようって思うけど、学習しないんですよ。難しいよね。なんかでもやろうとは思うんだけど、気づいたらもうこんな時間みたいな感じなんだよ。でもみんな割とそんな感じなんだね。よかった、安心しました。今日めっちゃさ、輪郭シュッとして見える。 しかも今回T シャツをほとんどもほと T シャツ半袖 T シャツじゃなくて、大体長袖だからさ、やっぱその分ちょっとあーってなるんですよね。そう、みんな人ってそういうもんだねって言ってるのが面白すぎる。 面白。 なんだ、みんなそんな感じなんだね。仲間じゃ。もう私のファンの人はみんな荷造り苦手だ。そしてなかなか前もって準備を始められないね。でもほんとそうだよね。なかなかね、できないよね。なんか。でもよくよく考えたら、私さ、チームエイト入ってからやっぱ荷造りすること増えたからさ、そこでさ、もうちょっと前もって準備しようって思ったら、今こんな悩んでないよね。もう7年近く、もうずっとそれ悩んでるからね。そう。割と帰りも帰りで大変じゃない？そう。ほんと帰りも帰りでさ、もう詰めるだけなんで、詰めるだけだからさ、まだいいけど、なんか、一回絶対散らかるじゃん。そう、きれいに詰めようと思ったら、一旦散らかるから、それがきついなってなる。それがきついなってなる。そう。そうだね。みんなも結構ツアーとかイベントで地方行くこと多いけどさ。ねえ、本当に。なかなか荷造りって大変だよね。帰りはなぜかうまくもさら、分かる。めっちゃさ、なんか息収まったのにみたいな。まあでもなんか、なんか例えばまあ旅行とかだったらお土産っていうことはあるとは思うんだけどさ、でもなかなか、なんか帰りの方がさ重いよね。なんか今回特になんか買ったわけじゃないのに、なんでこんな持ち帰るの大変なんってなる。そう。ね。なんか私さ、小さいバッグとか持つのめっちゃ憧れるけどさ、小さいバッグに入れられるもんって借りられるじゃない？やっぱ大きくなるんだよね。で、重いんですよ、マジで私。毎回出かけるとき、なんで私こんな荷物重いんだろうって本当に思っちゃうの。そう。でも一回ありだよね。ほんともう、ほんと一番、私が持ってる中で一番小さいバッグで出かけて、見て、どうかっていう。でもやっぱペットボトルっていうかお水は 500ml はちゃんと欲しいな。じゃないちょっとね、そう、外出できない。水はやっぱ飲みたいから。なんか一回すっごい少なくして出てみるのはありだよね。そう。それで日々の荷物が無駄なのか必要なのか。そう。ジョン・マイ・ラブの話を割としようと思ったけどね、全然関係ない荷造りの話をしてるっていうね。自販機で買える。やだ、自販機高いんだもんだって。 自販機高いもん。それだったらまた普通に水筒とか準備していくタイプ。そう、自販機高い。 そう、
もう基本的にあんま飲み物でそのお金をそんなにはたくさんは取りたくないから、だったらもう家のね浄水器でもう汲んだ水を水筒に入れて持っていくみたいな。そう、やっぱそうするとね、何が私多いんだろう、モバイルバッテリー、なんでそんなことになるんだろうね。そう、謎だわお茶飲まないね、ほとんど飲まない。お茶はもう私は水ですね。例えばみんなあのドボンの一押しガチャ始まってるけど、やりました？私は今日やった。ちょうどあのかけらが50個溜まってたんでね、一番いいやつ引きましたよ。そう、ただでも私今コインが全然ないので1000もあるかどうかぐらいだから本当にちょっとねまだできてない。そう、上限まではね、で引けてない。クッションはこだわりある？クッションそもそも持ってないんだよね。そう、クッションってあれでしょ？四角いやつでしょ？クッションそもそも持ってないんだよね。あんま使わないんだよなって思って。あ、SEC ヒーター最高じゃない？あ、結構みんな引いたね。あの撮影は最近？いや、めっちゃ前だと思う。だって覚えてないもん、私いつ撮ったかでもめっちゃ前、あれは多分。古いね。そうなんですよね、あれいつ撮ったやつかな、忘れた。でもあれなんか生写真みたいなやつも多分同時に撮ったけど、それ出たも結構前だしね。そう、あれ割とちょっと前なんですよ。いや鼻に刺さってはないけどね。今日帽子かぶったのはちょっと、ま、でも今日ちょっと前髪ね結構あの癖ついてたんで帽子かぶっていい感じになった。そう、これ愛用してる帽子なの。これね、あの多分話したことはあるからあれなんですけど、そう、めっちゃ充電が 20% になりました。そう、メゾンフルールプチローブカノンの名前、読み方合ってるかちょっと微妙なんですけど、ほんとこれね、お店なんかちょうどこれね、あのお店自体少ないんです、結構あのネットでの販売なんですけど、そう、結構その店舗も大阪とかしかなくて、でもただなんかあのちょうど東京でそのやってて、で私もちょうどその時東京いたから、そう行って、で帽子買おうかすっごいもう30分以上悩んで買いました。そう、これがあれです、ちょっと前に言ってたやつです。ちょっともう今回は言わないけども、かわいい、買ってよかったなって本当に思う帽子です。
キャスケットかな、キャスケット好きなんですよ、めっちゃ。キャスケットなんか2,3 個ぐらい持ってるでもこの色全然持ってなくて、だからすごい悩んだんですよ、買おうかどうか。でめっちゃ店員さんに聞いて、この帽子に合う色の服って何ですかねみたいな、めっちゃ聞いて、めっちゃ考えて買いました。ほんと何度もね、お店の前行き来して、その度に店員さんにお帰りなさいって言われるのがちょっと恥ずかしかった。そうそうお帰りなさいって言われるのちょっと恥ずかしい。でも私よく言われるんです、お帰りなさいってそうなの、一回やっぱ出るから私、そう一回出て戻ってくるから、そうよく言われます、お帰りなさいって。あ、戻ってきてくださったんですねみたいなことよく言われる、ちょっと恥ずかしいなって思います毎回でも待って、今日 28? 年末じゃん。は？年末じゃん。え？年末じゃん。あれ？年末じゃん。こんな年末感感じない年末初めてだし、多分一生ないだろうね。もうそれぐらい私もうジョマイラブで頭いっぱい本当に。え？年末じゃん。やばっ。2021年終わるじゃん。やばー、年末じゃん。しかも今日28、年末じゃん。やば、まだもう体感なんか20日ぐらいなんだけど、まだ年末じゃん。びっくりなんだけど。なんか私思うんですけど、こっちの方が二重幅がでかい、でかいっていうか二重幅がさ、あの広いからさ、なんかこっちの方なんか難しい、なんかアイメイクがさ、なんかこっちの方が大きく見えるんだよね。あ、その目がこっちの方がちょっと大きく見えるんだよね。やっぱでも左右で違うもんですよね、こういうのって。そうなの、二重幅が違うんだよね。最近綺麗になった、ありがとうございます。やっぱその六本木の時のね、前髪良かったけど、あれやっぱカツラをかぶってたからこそできたんですよね。そうだから今日はちょっとカツラかぶってないから普通にこんな感じです。年末ジャンボ買った？買ってない、買ったことない。あの宝くじ、宝くじ、宝くじ、どっちの方が気に入ってる？こっちかな。うん、こっちの方が気に入ってる。こっちの方が目大きく見えるんですよね。そう。でも実際多分ちょっとだけこっちの方がそうなんですけど、こっちそう二重幅ちょっと広いからさ。うん。でもそう、六本木のめっちゃ褒めてくださって本当嬉しかった。やばい、充電さっきあと 20% って言われてたのに、そっから全く充電してなかった。あぶねえ、やぶねえ。こちらのね、食パンのポーチに入っているこの充電器を、まあ、言うてもあとちょっと終わるんですけど、よいしょっと。いや、机の上もうこんな汚くなってる。早っ。マジ私散らかす天才だからな、ほんと。よいしょっと。私最近気づいたんだけど、やっぱワッフルめっちゃ好きなんですよ。
そうワッフル多分お姉ちゃんの影響なんですけど、マジでお姉ちゃんが結構なんかワッフル割となんかチェックして食べるタイプで、それがなんかそれなくてお姉ちゃんと一緒にワッフルとか食べてたら、ワッフル元からさあのちょっと好きではあったんだけど、最近やっぱちょっとワッフル見たらちょっと食べたいなって思うこと増えて、ワッフル好きだね。ワッフル、バームクーヘン、クレープ、パフェ、まあでもほんといろいろ好きなのよお菓子。まあそんな食べることそんなに多くはないんだけど、まあ今ちょっとねあの食べ物ありすぎて困ってるんですけど、お菓子そう本当に困ってんの、やばいやばいです本当助けてください、いるみんなマジで初日ね、あのジョマイラブ初日終わった後に、あら持ってけーバサーみたいな、まあさすがにやらないけどね、なんかね本当にね、まあワッフルいっぱいじゃない、お菓子がいっぱいということで、今日はじゃあここら辺で終わりにしたいと思います。お菓子配りもう完全ハロウィンだよ本当。飯田ひろゆきさん手袋、ゆうやさん年越しそば、はやちゃんさんかわいい、玉国さんがハート、桃の天ぷらさんハート、玉国さんがだるま、ファッキーキャットさんが年越しそば、はやちゃんさんハートと似合う、飯田ひろゆきさんがハート、玉国さんサイリウム、ありがとうございました。13位けいちゃんさん、12位桃の天ぷらさん、11位ファンキーキャットさん、10位飯田ひろゆきさん、9位ともさん、8位カラスのかあこさん、7位アルビンズランクさん、6位ソランさん、5位ロミツさん、4位夏目さん、3位 TKHKG さん、2位たまくにさん、1位がはやちゃんさんでした。はい、というわけで今日も見てくださってありがとうございました。じゃあまた明日、おやすみなさい、またね。おうやば、椅子から落ちるとこだった。ありがとうございました、おやすみ。